ここでは因数分解での二次方程式の解き方の要点について一緒に見ていきます。今回一番大切なことは因数分解してかけてゼロならゼロかゼロこの形に持ち込むということです。これについてね二次方程式とはそして二次方程式を解くにはの中でそれぞれ詳しく確認していきましょう。では行きましょう。まず二次方程式とはからですね。 整理すると x の二次式イコール0の形になるものこれを二次方程式というんでしたね。X、の二次式っていうのは x 二乗がある式っていうことでしたよね。ですから x 二乗プラス 2x プラス3イコール0とか x 二乗プラス 4x イコール0とか5 x 二乗マイナス6イコール0とかこれらはべて二次方程式です。 ただね、いくら X 乗があればいいからといってそれよりも次数の大きいね X 乗 X 乗足すイコール +=0 みたいな形はこれは二次方程式ではないんでしたね。で二次方程式を解くっていうのはどういうことやったかっていうとその式が成り立つような、X、の値を求めることそれが二次方程式を解くっていうことやったんですね。 例えば x2 乗イコール =9 を解くっていうのはどういうことかっていうと x これカコつけて書いてるだけでもう別に四角でもいいんですね四角の2乗イコール =9 だと何を二乗したら9になるでしょうっていうことですじゃあ二乗したら9になる数っていうとプラススとマイナス3がありますよねあとはこれを短縮して書けば x イイコールプラスマイナス3となってこれが答えなんですね。 つまり x が3であるもしくは x が3である時それを二乗したら9になるこの式が成り立つよっていう意味やったんですよね。では次行きましょうじゃあそんな二次方程式を解くにはどうすればいいんだっていうと二次方程式を解く方法は主に3つあるんでしたよね。一つ目はホニゃの二乗イコールホニゃの形を作って二乗を考えるという方法です。 2つ目は x の二次式ホニャ x 2乗足すホニャ x 足すホニャイコール0の形にして因数分解をするという方法です。今回勉強するのはこの方法ですね。そして3つ目は x の二次式ホニャ x 2乗足すホニャ x 足すホニャイコール0の形にして解の公式を使うという方法があります。先ほども言いましたが今回はこの丸2の方法を勉強していきます。 で、ここからですね、この〇二の因数分解の方法での二次方程式の解き方を見ていくんですが、この考え方の肝となるのがこれなんですね。かけて0なら0か0です。a ける b が0なら a が0か b が0しかありえないんですね。かけて0になるっていうことは絶対どっちかが0じゃないとダメだっていうこの考え方を使います。では具体例見ていきましょう。 二次方程式、x2 乗プラス 2x-3 イコール0を解くと、これどうやったら解けるかなって言うと、まずこのイコールの左側、左辺を因数分解するんですね。かけて -3、足してプラス2になる組み合わせを考えれば、このように因数分解できますよね。で、ここからが大切なんですが、これは一体どういう意味かって言うと x、x たつ3とこの x-1 の間にあるここ何算があるんでしょうかって言うと、これ掛け算があるんですね。 つまりこれかけるこれイコールゼロという形が出来上がってるんですね。じゃあかけてゼロならゼロかゼロです。ということはこれもかけてゼロならゼロかゼロなんですね。つまり x 足す3イコールゼロか x マイナス1イコールゼロということになります。じゃああとはそれぞれ移行すればオッケーですよね。プラス3を移行したら x イコールマイナス3です。マイナス1を移行したら x イコールプラス1です。 合わせて書くと、x イコールマイナス3、1ということになりますね。でも慣れてきたらですね、わざわざこの部分は書かないことが多いです。もう一気にこの式からね、一気にここに答えに行っちゃいます。ただね、意味もわからず、なんとなくプラスとマイナスはね、入れ替えてプラスやったらマイナス3で、マイナス1だったらプラス1でやるんじゃなくて、必ずね、この根っこにある理屈をしっかり分かっておきましょう。その方が応用が効きますもんね。 ではもう一つぐらい具体例見ておきましょう2次方程式 2+4=0 これを解いてみましょうで僕らがやっぱりやりたいことは因数分解なんですね因数分解したらかけて0なら0か0を作れるからでもこれはね 2+4=0 最初見たらああと全部これ2で割れるやんかって思いますよねですからまず両辺を2で割りますそうしたら +2=0 が出てきますよね 方程式だイコールの両側を同じ足し算引き算掛け算割り算するのは自由でしたもんね。じゃあ次僕らはこの x 二乗プラス 2x っていうのを因数分解することを考えます。じゃあこれってどう因数分解できましたっけっていうと因数分解の基本はまずくくれるかですよね。まずくくれるか。両方ともに x があるんでこれは x カッコという形でくくれます。つまり x カッコ x たす二イコールゼロとなりますよね。 じゃあここからどうするかっていうとこの間にあるのはやっぱり何算ですかっていうと掛け算ですよね。ですからかけて0なら0か0なのでねこれが0かこれが0ということが分かりますじゃあ x =0 はもうこれそのままいじる必要ないですねでこっちの方はですねプラス +2 を移行すればマイナス2となりますよってね x は0かス2というふうに答えがわかるんですね でもちろんこれもですね慣れてきたらこの部分はわざわざ書く必要はないですもうここからね一気に答えに行っちゃいましょうただやっぱりこの理屈があるっていうのは分かっておきたいですねそれじゃないとなんかこういう形の時どうしたらいいか分からなくなるなんか x イコールス2だけを答えにしてねこっち0っていうのが見えない人がいるんですけれどもねそれを避けるためにもやっぱりこのかけて0なら0か0っていう理屈をしっかり分かっておきましょう はい、ということでここでは因数分解での二次方程式の解き方の要点について見ていきました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。ではこの後は例題を使ってさらに理解を深めていきましょう。